3回目のショーがいわゆる皆さんが知ってる黒の衝撃です。コブみたいになって、横から見たシルエットとかもすごくない？問題はこの覆いかぶさってるここですよね。これもなかなか。どうしてこちら、あなたまた尖り始めてきましたね。はい、面白い。勉強になる勉強になる。こんにちは、シトレイです。今はですね、アーカイブストアにいます。今日はね、はい、あのズックがねキレッキレに気合いを入れてますからね。ちなみにアーカイブストアといえば過去に、はい、マルジェラをやらせてもらい、はい、フィービーのセリーヌをやらせてもらい、そして満を持しての、はい、川久保玲先生のコムってギャルソンですね。はい、今回はギャルソンですね。多分ギャルソンって絶対みんな知ってるとは思うんだけど、じゃあ 何がどうやって始まったかとか、うん、なんでデザイナーさんからそんな支持を集めているのって言われると、うん、なんすかね。単語単語はしてるんだよね、うん、黒の衝撃とか、なんか80年代とか90年代とか活躍したかな、はい、とか。だけど、はい、ちゃんと順を追って知っていくことって大事だと思うんで、はい、今回勉強兼ねてズックにいろいろ聞いてみたいなと思います。はい、まずそもそもギャルソンっていつから始まったの？はい、ギャルソンのブランド自体は、うんうん、1969年ですね。69年。はい、あのギャルソンと幼児さんって結構ツートップだと思うんですけど、うん、それ以前にパリに行った人たちはいるの？います、います。それはどんなブランドとか？三宅一生さんとか、うんうん、高田健三さんとかが、うんうん、まあ、有名だと思うんですけど、うんうん、まあ、そこから大体10年ぐらいして、うんうんうん、あのパリに挑戦したのが川久保玲さんだったり、うんうん、山本耀司さんの世代ですね。それが第何世代になるの？第3世代ぐらいとは言われてますね。第3世代、うんうん、大体コムデギャルソンがブランドとしてコレクションに立ち始めたのは75年なんですよ。でそこから東京のブランドたちがかなり、うん、精力的に活動し始めて、うんうん、でそこから満を持して数年後にパリに行ったのが、うん、あの山本耀司さんと川久保玲さんって感じで、それが81年です。じゃあ6年間東京やっての満を持してのパリコレデビュー。そうです、うん、最初はちっちゃいマンションの一室とかで、あ、ホテルの一室で、うんうんうん、あのショーをやったんですけど、うんうん、だいたいそこから3回目のショーがいわゆる皆さんが知ってる黒の衝撃です。黒の衝撃、はい、全部黒でなんだこれはっていう、あの賛否両論起こしたってやつですね。そうです。でそのスタイルがもう結構衝撃的で、きらびやかな、うん、あのセクシャルな服じゃなくて、うんうん、あのニットだったり、まあ、黒を基調したもので、うんうん、そこに穴が開いてたりとか、うんうん、破れてたりとか、女性のシルエットを隠すような形だったりとか、うんうん、それはもうかなりセンセーショナルで、うん、基本的にオートクチューの文脈でいうモードっていうのは黒はタブーだったので、うん、ただまあ川久保玲さんの信念としては、うんうん、もう今までになかったことのもの、まあ、見たことがないものを生み出すっていうのが根底にあるんで、うんうん、まあ本当に過去をなぞったようなものは絶対作らない、うんうんうん、まあ、それが黒に現れたのかなっていうのはありますね、うんうん、あとはまあそのさっき言ってたその黒の衝撃の時のそのボロルックって言われてる、まあ穴が開いてたり破れてたりっていうのは、まあ70年代後半からのやっぱりパンクのムーブメントがかなりあの影響を与えてるのかなとは思いますね。あとはやっぱり当時のモードの世界ってどちらかというとデザイナーズはデザイナーの名前がブランド名になること多かったんですけど、それがコムデギャルソンっていう自身の名前じゃなくて、うんうん、それがブランド名になるっていうの自体がかなりコンセプチュアルですし、ディオール、シャネル全部名前なんですよ、うんうんうん、はい、ルイ・ヴィトンもそうだし。そうです、確かに。でコムデギャルソンは少年のように少年のようになんでこの時って、まあ、本当女性が社会進出していくような時代で、うんうん、特に70年代そうなんですけど、うんうん、その時の女性のイメージとか、うん、男性のイメージとかってかなり社会的にはもう決められてて、男性はこうあるべき、女性はこうあるべき、ただそういうのに川久保さんおそらく違和感を抱いたんだと思うんですけど、そこからある程度こうフェミニンだったりマスクリンだったりうまくこう混同させてジェンダーレスなスタイルで、大人っていうよりはどちらかというとそういうさっき言ってたキッズだったり、そういうまだ性別はっきりしてないような感じのところっていうことなんだ。コムデギャルソン、そういう意味か、はい、面白い。勉強になる勉強になる。見ていきましょう、はい、見ていきましょう、はい、鈴木塾がこっちが一番古いのかな。そうですね、これが一番古いとのことですが、これは何年になるんでしょう。これが1990年の秋冬の、うん、これドレスになりますね。折り紙式な感じなのかな、パキパキして。そうですね、かなり変形のデザインになってるので、うんうんうん、はい、まあ、これはこっちが前でみたいな感じ。
あ、そうそう、今回は前編と後編で後編がスタイリングもやってみようかなと、はい、この貴重なピースをやってみようかなと思っております。はい、まあ、やはりコムデギャルソンといえばさっき言ってたやっぱ黒っていうものと、うんうんうん、あとこういう切りっぱなしとかもそうかな。そうですね、切りっぱなしもかなり意図的にわざとやってる部分もありますし、極めてアート的な思考で造形を構築していったっていうのが画期的だったんだと思います。うんうん、これにじゃあ影響を受けてマルジェラだったりとか再構築みたいなのが他のブランドさん他の後輩たちがやり始めた。あ、そうです、もうまさにそうです。へえ、そしてそしてこちらはこっちはなんか、はい、引きやすそうなというか比較的安心そうな感じ。これは何ですか？これ1993年の、まあ、シナジーってコレクションなんですけど。え、これはでも普通にどうしさっきあんな中じゃないみたいななんか久々に会った友達が悪くなったみたいなちょっとほころびは感じられるものの全体的に綺麗、うん、はい、異なるものを、うん、まあ、こうやってドッキングさせてシナジーを生んでいくっていうようなもので、まあ、今でこそ当たり前になりますけど、うんうんうん、当時だとやっぱりかなり斬新でかなり新鮮だったと思うので、うんうん、日本人って結構ハイブリッドのクリエーションしますよね。完全にこの影響だと思います。ここから、はい、今いろんなブランドちょっと思い込んでる言っていいんだか悪いんだかちょっと分かんなかったからちょっといや、 やめといた一応やめといた。でこれからのまたこちらあなたまた、はい、なんか尖り始めてきましたね。はい、ドレス、これドレスです。2014年の SS なんですけど、これに関しては服に見えない服を作るっていうのがテーマなので、もうそれがもうまさにですね。そうだよね、パッと見ちょっとよくわかんないよね、まあ、なんとなくここから手が出て、うん、首が出て足が出るのかなぐらいな感じだけど、すごいねこれ。でもこれ着るとかなり美しいドレスにはなりますね。へえ、はい、立体的になるのかな。立体的になりますね。つけてますと、まあ、その辺はかなり今っぽいかもしれない確かにシュスル流行ってるし、はい、でそういうんじゃないギャルソン流行りとかそういうことじゃないから流行りとかじゃないそういうんじゃないから思想だからこれはすごい記憶がある、はい、私も見てびっくりした覚えがあるんですけど、これは97年か。これはさっき その黒の衝撃ぐらいもう まあ、かなり語り継がれてますけど、これ1997年の春夏の作品で、まあ、ボディミーツドレス、ドレスミーツボディっていう、まあ、本当コブを使った、まあ、コブドレスがかなりフィーチャーされたコレクションになりますね。人体の体の形変えたみたいな感じですもんね。そうです、なんか服が体にもなるし体が服にもなるよっていう、うん、そのまんまじゃあボディ全体をデザインしようっていうのが、着てみますか。着てみますか。想像つかないですから着てほしい。着てみましょう。着てみましょう。すごい繊細な生地なんですよ、しかも、はい、ちょっとドキドキ、すごくない？はい、こういうことなんですか。そうそう、コブみたいになってここら辺とかが横から見たシルエットとかもすごくない？何が入ってるんですか？これは羽毛パッドです、うん、ほわほわしている、はい、人の体をきれいに見せるっていう発想じゃもうないもん。一応なんか逆転の美学みたいに言われてるんで、うんうん、通常のまあ美学の逆ですよね。また似合ってますね私着ようと思えば着れそうな気がする。そうですよね。遠目から見ると黒いジャケットに見えませんか？私ハトムネの人で。ハトムネすぎますけどね。ハトムネの黒いジャケット。でも見た目すごいトリッキーだけど生地がね、うん、本当に繊細だからそのコントラストもね。そうですね。ね、ありがとうございます。ます貴重なアートピースありがとうございます。で次こっち行きますか。これもなかなかどうして？これも最近のです。2015年の秋冬のものでお別れの儀式で着る服っていうものをイメージしているので、うんうん、お別れの時に着る服ってかなりやっぱり暗かったりとか、うんうん、華やかじゃないじゃないですか、うんうん、まあ、そこにかなりユーモアだったりとか、うんうん、まあ、新しい造形っていうのを多分入れたんだと思いますね。どっから手出すんだ一応なんとなくあるのかな、ないのかなくらいな感じだけど、まあ、僕の中ではこの2015年あたりってまあオーバーサイズストリート始まったぐらいのベトモン出始めくらいだね、はい、年だったので、うん、僕の解釈だとコムデギャルソン流にはやったんだなとは思ってるんですけど。あ、そう考えるとちゃんとトレンドも見てるよね。トレンド見てると思います ね、はいはい、そしてちょっと色味が変わって、はい、ちょっとジャパンっぽいというか。そうですね、これが2007年の春夏で、うん、
キュビスムっていうコレクションになりますね。解体して再構築、うん、デコンストラクションにも近いですけど、うんうん、ピカソの絵みたいなやつ。ピカソです、うんうん、まさにそう。いろんな角度からあの人の顔を描いてるみたいな。そうですそうです、うんうん、あのキュビスムってピカソが作ったんですよ、もともとは。確かに破片破片は見たことあるけど、はい、全体的に見たことないみたいな。なんでこの日の丸のこの白と赤のコントラスト、やっぱりこれがかなり美しいとされているので、うん、解体して再構築したっていう。あ、キュビズムのボリューム2、はい、そうですね、うん、これもかなり見たことないですね。ね、なんとなくでも破片的には、はい、あ、見たことある見たことある、うん、でも全体的につなぎ合わせると見たことないみたいな。これはセットアップ。これセットアップです。これもちょっと後からスタイリングしていきたいと。これ挑戦する。挑戦する、はい、私服めっちゃ持ってきたからね。アーカイブストアのスタイリングが一番難しい。難しいですか。他のお店はなんとどうとでもなるんですよ、はいはい、もう前日30秒前で全然思い浮かぶけど。これは 2,3 日すっすごい考えた。いい筋トレになってるね。めっちゃ筋トレになる。たるんできたらそうこちらに半年に1回くらい私大丈夫かなって言って締めにね。そうそうそう、いいっすね。でこちらはこれも2015年のバラとチっていう黒の衝撃あったじゃないですか、うんうん、あれ81年にコムデギャルソンが黒を提示したら世界的に黒がスタンダードになって流行っちゃったんですよ、うんうんうん、黒が普通になってきた時に黒イコールレッドみたいな感じで第2の黒みたいな感じで、うん、コムデギャルソンの中では位置づけてるのが赤なんです、うんうん、これもすごい穴が開いて面白い感じ。そうですね、まあ、作り方的にはこういうちょっとまくり抜いたりするデコルティケみたいな作り方ですかね。これがアクのつゆのがたくさんあるとして、はい、まだまだいっぱい。すごいよ、こっちも全部。すごいよ、全部です。そう、全部、はい、どうしよう。一番気になるのが、まあ、量も気になるけど皆さん一番気になってるのはこちらは。これ2017年の春夏で、うん、これ見えない服ってコレクションなんですけど、見えない服、はい、見えてますけど私には見えてるけどテレビのあなたには見えるかな。これあれですよ、あの正直者しか見えないドレス。だから私結構クリアに見えるのかな。見えてますか、うん、明智くん見えないでしょ。見えてる、見えてます。これはどういう見えないドレス、どういう意味、まあ、さっきもちょっとあの似たようなテーマありましたけど、やっぱり、うん、服に見えない形、造形っていうのがテーマになってるので、なんとなく ここのシルエットはまあ女性のシルエットってかなって感じはするけど、うん、問題はこの覆いかぶさってるここですよね。そうです。あとこの後ろを見てもらっていいですか皆さん。これがこのさっきの見えない服の次ですね、うんうん、2017年の秋冬のシルエットの未来っていうコレクションなんですけど、身体だったり服だったりの、うん、そういわゆるシルエットがあると思うんですけど、それが今後未来はこうなるよねっていう川久保さんなりの発想ですよね。服なのかでもわからないし、うん、人の体が入るのかもわからないというか恐竜の皮膚みたいに見えない。特に2017年の秋冬はもうリアルクローズ、うん、ラグジュアリーストリートもう大全盛期なんで。あ、そうか。その時にこれ作ってるパワーもすごいなと思います、ね、めちゃめちゃそのラグジュアリーストリートに対するアンチだよね。な思考もあるかなと思いますね。あの着れるものじゃないよっていう、はいはい、そしてこちらは比較的まだアートピースではない着やすい方のものが揃ってるかなと。こんな感じの、まあ、着やすい感じ、なんか、はい、落ち着きますね。落ち着きますね。やっとね、うん、あ、なんかこう見て服だなっていう安心感が。こんなのも作ってたんだ、はい、すごいなんかボコボコしてるというか。結構透け感多いの多いと思いますね。多いね、はい、あとその素材掛け合わせとかもあるんだなっていう、うん、ここ絶対デザイナーさん買っていくんじゃない。絶対買う。あのチェックもギャルソンのイメージ多いかなと。そうですね、思いますね。いや、 やっぱりパンクの文脈がかなりあるので、うん、特にやっぱイギリスのトラッドとか、うんうん、あの辺が入ってきてますね、うんうん、これもちょっと後から着てみようかなと思います、はい、これが一番難しかった。これめっちゃ難しかった。派手な方行きますね、やっぱレイさんね。だって高い山は登るべきでしょ。でこっち側はここが、うん、まあ、2000年の初期のものですね。あ、こういうのもちょっとギャルソンのイメージある、はい、ここのファ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 ッとした感じなんかあるよね。2000年ですけど、うんうん、まあ、かなりいいですよね、華やかでね。女の子は全員好きなチュールね。
そこら辺とか可愛い。カミソリモチーフとかもちょっと パンクを彷彿させる。これ同じシーズンなんでやっぱりパンクですね。こっちがあの2010年代のものが多いですね。急に華やかになったりと、はい、これ2012年なんですけど、うんうん、これあの平面がテーマなので、あ、ちょっと 2D です。確かにあの絵で描いたようなってか、これとかこれも 2D だね。はい、あ、もう分かりますね。なんかこう、ま、漫画で漫画の世界みたいな感じ。うん、ここパンツ、パンツです。はい、これは覚えあるな。これもコブというかポファポファな。そうですね、コブに近いですよね。ね、このまた変形してる感じ。スカートですね。このあたりはもうすごすぎちゃって、これは何になるんだ。こういうのギャルソン好きな人は着てそう。そうです、イメージがあります。2004年くらいにギャルソン男子とかギャルソン女子いたわ。全身ギャルソンに染まりたい、世界観に染まりたいみたいな人たち歩いて数いたんですよね。いや、なんかギャルソンの魅力あのちゃんと分かった気がします。ありがとうございます。なんか知ってそうで、はい、知らなかったギャルソンの魅力。ちなみにすーくん、はい、このギャルソンはいつまでやってらっしゃるの？6月8日から7月2日までですね。2日まで、はい、これはぜひ見に来てほしいなと思うし、はい、ギャルソンいっぱい聞いてほしい、はい、1聞くと100出るからね。200です。出ると思います。でもそういう文脈知りながら服知るとよりなんか楽しいから、ぜひ見てもらいたいなと思います、はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。